スタネルはフリーなマルチプラットフォーム対応のプログラムであり、汎用 TLS、SSL トンネリングサービスを提供する。スタネルは TLS や SSL にネイティブで対応していない、クライアントサーバシステムに安全な暗号化されたコネクションを提供するのに利用できる。各種オペレーティングシステム上で動作し、ほとんどの Unix, KOS と Windows でも動作する。TLS SSL プロトコルの実装には、オパンスルやサレイなどのライブラリーが別途必要である。スタネルは TLS や SSL コネクションの認証に X509 公開券証明書を使える。オプションとしてクライアントも証明書で認証できる。リブラッペとリンクした場合、プロキシ、マイナスファイアウォールサービスとしても構成可能である。スタネルは GNU ゼネラルパブリックライセンスでライセンスされている。5K はマイカルトロヨナラが保守している。3K 配布物件のクレジッツファイルにはブライアン・ハッチラの名も見えた。スタネルは外部セキュア TLS、SSL ポートを既存のアプリケーションのセキュアでない内部の TCP ポートにマッピングできる。例えばセキュアな TLS。 SSL コネクションを既存の SMTP のメールサーバに提供する場合、スタネルは、例えば TLS、SSL ポート465をメールサーバのポート25にマッピングする。クライアントがメールサーバに接続する場合、ポート465に到着したトラフィックは一旦、スタネルに渡され、そこから透過的にメールサーバのポート25にフォワード、される。スタネル自体の動作は、 メールサーバーと同じマシン上でも別のマシンでも良い。とはいえ、どちらであれファイアウォール内のセキュアなネットワーク上のマシンでなければならない。スタネルバージョンズ stunnel.org 2021年1月7日閲覧ありがとうございます。